床か？完全に廃れてるし、ボロボロだ。ほとんど砂しかないぞ。誰もいない病院、失踪者を隠すには最適だな。も負けちゃいられないぜ。これか。うわ、入って確かめよう。何もなかったぞ。本当に何かあるのか？急ぐ必要はない。シャには夜に鳴き声を聞いたと言っていた。もう少し待とう。それまで少しばかり休む。こいつ当たり前のように座り込んだぞ。本まで開き始めた。何読んでるんだ？オイラにも見せてくれよ。いいだろう。あるべき場所と強制運動に相対する自然運動。それぞれ向かう位置はすべて自然な傾向。どうしてそうぎこちなく読む？オイラ諦めたぜ。ゆっくり読んでくれ。じゃあな。あいつって本当に余裕なんだな。こんなところであんな難しい本を読み始めるなんて。オイラが学んでお前に何の得があるんだよ。いつからお前は勉強を頑なに進めるひどい大人になったんだ。なんでそうなるんだよ。お前がオイラを養ってくれよ。あ、確かに。そうだな。じゃあありがとな。ずっと頑張って働いてお金を稼いでオイラを養ってきてくれた。お前がいなけりゃオイラはまだ漂流してたかもな。本当にありがとう。おいら寝ちゃいそうだぞ。何の音だ？来たか。
あちらの方向からだ。音の出どころはここなのか？でも何もないみたいだぞ。下だ。え？でも下には行けないぞ。どうやら仕掛けがあるようだな。やはり建物に隠された構造があった。うわあ、病院の下にもう一個病院が隠されてたみたいだな。まだ他にも解いてない仕掛けがあるみたいだから引き続き調べようぜ。ご安心を。風を知れ。そこだ。はびこれ。マリア、ぜひ。あれ狂いなさい。信頼感度。風の赴くままに。夜の権限。定まってない。でもまだおじいちゃんって
ていう年じゃなさそうだよな。あたりにはこいつしかいないのか。まさかこんなところで会えるとはな。知ってるのか。この人の名はラザック。俺の教令院での先輩だよ。こいつも学者だったのか。森でおかしな修行をする人たちと同じなのか。いや、そこが問題なんだ。ラザックは他の学者とは違い、一度も森で修行なんかしたことがないはずだ。ましてやサティアワダライフに達したこともない。原因はともかく、こいつが一人でここに現れたということは、俺たちは一歩遅かったということだ。相手はすでに人員を撤退させたらしい。ラザックについてはおそらく何らかの理由でここに残されたか、あるいは単純に間に合わなかったのだろう。地面に引きずった痕跡があるな。門に近い場所ほど溝が深くなっている。つまり誰かが重い荷物の乗った荷車を力ずくで引っ張ったということだ。もしかして乗ってたのって人か。その可能性は否定できない。追いつかれることを恐れ急いで離れたのか、ラザックが置き去りにされていることにも気づかなかったのかもしれない。完全に噛み合った。彼そのものが証拠と言えるだろう。それってどういう意味だ。以前オルモス港で見たことを思い出すといい。この状態になった人間をどこかで見たと思わないか。反応が全く同じだぞ。そうだ、教令員こそ全ての黒幕。奴らの行動ロジックを推測するのも難しくはない。当初教令員はスカーレットキング復活の偽情報を流し、グラマパラ、つまりアール村に追放された教学者が鍵を握る存在であることを強調した。このことは各地の過激派への刺激となった。そのうちアール村にいた者たちは直ちに行動を開始し、密かに教学者たちの身柄を教令院に渡す手助けをした。奴らがこのデマを流した理由、その一つはできる限り多くの過激派を動員するため、そしてもう一つはこの件のリスクを全てスカーレットキングの信徒に負わせるため。スカーレットキングが没してから多くの年月が経った今、砂漠の民はいい暮らしができていない。彼らの感情はまるで砂漠にある火薬箱のようで、起爆させるのは非常にたやすい。そしてこれらの感情的な人々を利用することは暴れ馬を野に放つことと同じ。これほど簡単なやり方はない。たとえ事故が起きても罪に問われるのはスカーレットキングの信徒のみ。表面上はただの信仰問題が引き起こした問題であり、裏を覗き見ようとしたところで民族間のいさかいだとしか思えないだろう。誰も教令員がやったなどとは思わない。とてもシンプルな方法ではあるが、なるほど、確かに現在のスメールでは非常に効率的だ。そうだったのか、納得だ。それなら村長の推理とも合うぞ。でももう一つ大きな疑問があるんだ。学者たちをアール村に送り込んだのって教令員なんだろ。なんで今さら連れ戻すんだ。この過程において変化しているものがある。学者の身分だ。最初は学者、次に強者、さらには追放者となり、最後は失踪者となる。追放された教学者は人間であることに変わりないが、失踪者となると
難しい話になる。特定の人物を見つけられない場合、その人の身に何が起こったのかを判断することもできない。言い換えれば、失踪者は理想的な資源になりうるんだ。資源？あいつらに何か使い道があるのか？一つの可能性として、失踪者の頭脳は缶詰知識の抽出に使われるのかもしれない。え？あれって人の脳みそから抽出したものだったのか？スメール教令員の技術なら可能だ。もしかするとこれが原因で彼らは苦痛を感じ、夜中に誰もいない場所で泣いていたのかもしれないな。人の脳みそ、考えたくない。すごく怖いぞ。俺はこれでも教令員の書記官だ。そういった研究プロジェクトにも立ち会ったことがある。とにかくラザックの症状は、神の缶詰知識を抽出する過程で何らかのエラーが起こった結果のものかもしれない。または彼自身が好奇心に駆られてあれらの知識を使ったかだ。オイラ分からなくなってきた。どんなやつの脳みそでもいいのか。その表情からして思いついたようだな。いかにも一部の学者にとって神の知識に触れることは生涯の目標だ。缶詰知識の抽出はその過激な手段の一つに過ぎない。俺が知りたいのは、神に関する知識が一体何をもたらすのかだ。教令員がいかなる代償を払ってでも追い求めようとしている禁忌とも呼べるそれは、最終的に何に使われる。俺も神の缶詰知識の内容分析にはかなりの労力を費やしたが、大きな収穫は得られなかった。どうやら俺は奴らと思考がだいぶ違っているらしい。アルハイゼン、お前はその禁忌を手に入れたいとは思わないのか？学者なら誰でも知識の限界を追求しようとするのは当然のこと。しかしあいにく俺は元から神には興味がないんだ。熱狂的な態度を示すことはどうしたってできない。人を命なき者のように扱い知識を搾取する。これが奴らの言う学術の進展なら、教令員はいっそのこと閉鎖した方がマシだろうな。お前はこのことにすごく反対してるみたいだな。当然だ。これは俺の規則に対する認知に反している。学術、知識、その全てには境界線がある。これを超えると全てを動かす規則や秩序は破壊されてしまう。これは本にある誤字と同じで正さなければならないことだ。待てよ、お前はあの人たちがかわいそうだから助けるんじゃないのか？悪いが、それほど俺は暇じゃない。かわいそうな人間ならスメールには5万といる。ましてやテイワット規模で考えればそれはさらに増え、とてつもない数になる。その全てを助けるつもりか？それは無理だな。オイラにもわからない。そう思ってくれていい。簡潔に言えば、俺は力や英雄主義を盲信していない。ただしたいことをするだけだ。神の缶詰知識は確かに俺が徹底的に調べたい問題だ。だからといって見ず知らずの者の利益のために行動するつもりもない。さっきから言いたかったんだけど、教令員にいっぱいいる悪い奴らとお前は違うぞ。お前は教令員の変人だ。そうかもしれないな。だが人と違っているというこの感覚は嫌いじゃない。特別であることも
ある種の財産だと思わないか。なんだかすごく前向きなんだな。ちょっと感心したぞ。シャニもお前みたいだったらあんなにビクビク生きなくて済んだかもな。ただ俺の気質が彼女よりも優れていただけだ。お前が気にする必要はない。ここに残せばそれこそ行く先は死のみだ。連れて行こう。まずはアール村に戻り次の計画を立てるんだ。